はい、お疲れ様ですダムミヤです。す、えー。令和新選組がですね、うん、国会の休会を申し入れたというん、報道がネット上で広まっててついにやったかと思って面白いですね。はい、でこれについてかなり戸惑った声とか批判の声とかもあの結構見えて何、えー、て言うんだろうあの想像通りですね でどういうういいこことかっていうこととかちょっと話しますねまずなぜそれを提案したのかっていうとこれは別に私が提案したわけじゃないんだけど私がずっっとと言ってることなんですねあの多くの人の意識からこぼれ落ちるところをちゃんと拾ってるなと思ってあの私もずっと言ってきたことだからあやっぱりちゃんとやってくれるんだと素晴らしいなと <laughs> まあ思って見てるわけですけどまずあのこのコロナウイルスの死亡率について考えた時にあの平均的に2%っていうふうに言われてるけれども。 か、えー、かなり世代とかその人の人状態によって死亡率が違うんですねまず年齢が60過ぎていくと致死率が高まっていきますから高齢者はよく死にますほんに10何パ18%か17%か80歳代はね70歳代はまた低い1010% 10前後だと思いますけどまず高齢化していけばするほど致死率が高いウイルスであるということがまず1点でしょ。で2点目は健康であれば死亡率は極めて低い若い若い場合はね でもあの病気を持っていたりとか重要なあのかなり重度の病気を持っていたりとかあの障害を持っていたりとかした場合それは弱者にとってはとてもあの死亡率高い可能性があるということですね。昨日も若者が一人お亡くなりになってですねそれを私ネット上であの発信しましたけれども彼も、えー、もともとそういったものを持っていたわけですね。だからそういう弱者にしっかりはやっぱり襲いかかるんですねウイルスっていうものは。うん でそういったことを健康な人は思いもよらないのってそうですね、まあ、そういった2点についてかなり重要であるわけですあのウイルスに対抗するっていうかウイルスの犠牲者を減らすっていうことを考えた場合ねしかもそれは犠牲者を減らしやすいです。いでなぜかというとどういう人が死ぬ可能性が高いのかっていうのがもう前もって分かってるわけですからそれに対して対策しようということなんですね。 で、そういったことを踏まえると、国会内の中で、例は新選組の議員のあの方はですね。あの非常にやっぱりご自,自身の体のこともありですね。そういったことについてはあの敏感に考えたでしょうね。あのマイノリティなんです、うん。多様性の一つなんですね、うん。私のように42歳健康男性ではないんですよ。で基本的には42歳健康男性とか、うん、60歳健康男性とか。 あのそういった人は、まあ、基本的にはもうッチョな思考を持っててそういったことに対していろいろ抵抗したり叩いたりして試みますね。ネット上を見て今回のれいわ新選組の、ね、議員の提案に対して批判否定してた大きな意見は2つぐらいあってですねまず1つは、えー、国権の最高機関であるところを止めてはいけない行政に全てを一任するのか許さんみたいなそういう意見ですねこれ学者,学者さんでしたね。はいまあ、ここのののの議論この人のあの思考から欠落しているのは 優先順位が高いということを自覚してるんだったらなぜウイルスの防護措置の優先順位を高めるということをちゃんと主張して提案しないのかというのが1点ですね今国権の最高機関で極めて優先順位が高くて重要な国会というところはしっかりあのちゃんとやった方がいいと思いますねで、えー、そういったことを全部抜きにしていると だから憲法とかそういったことの対応する人っていうのは、まあ、そういうことを言うのが仕事なんでしょうけどおそらくそういうことが仕事だって割り切ってるんでし,、ね、てしてでしょうね。だって国会っていうのは建物でできてるわけじゃないですね。あそこは国会議員もいれば職員もいて人間,よ人間によってマネジメントされてるところですから当然ですけど社会の影響を受けますね一般,の一般の有権者がそこで仕事してるわけですからね。国会議員だって有権者ですよ一般の <laughs> 分かってますか職員だって一般の有権者ですようん、暮らしてる人ですそこでねもちろん日本には有権者以外の方もあの暮らしてますけどもあそこであのマネジメントできてるのはそこに人間入ってやってるわけですから当然だけど電車で通勤していたら当然だけどそこにウイルスは入ってきますよねうん、だからそこのマネジメントっていうのは当然だけど国会だけがなんか機械でできてるわけではないですから人間としてしっかり考える必要があるわけですから考えるわけですねだけど学者の人はそこは人間が作ってるって考えてないので 法律,の法律でできてると思ってるのであの <laughs> 頭の中から確実に欠落してる部分があるんですね人間がそれをマネジメントしてるってことを忘れてるんですねだからトンチンカの答えになっちゃうんですね。うん、私はやすあの国会を休会する必要はないと思ってますが国会に対してそのウイルスに対する防護措置を極めて優先順位高めてやるべきだったなというふうに思ってますし今までもやるべきだと思ってますそうですね マスクが足りないって言って言い訳してるあの国会議員の方いましたけどあの私マスク変えましたよ1月末の段階で中国で脅威だって言ってて大変だなって、うん、でそういう段階でまだマスク変えましたから今国会議員で変えてないって言ってる人はあの聞き対応能力が低いいい人だというふうに思いますね、うん。だから早くマスクすればいいんですよね。 ただし国会内中ではマスクをしちゃいけないとかルールはある可能性がありますよね。でもそのところを誰も言わないで国会をあの続けてますね。うんあの国会というのは人間によってマネジメントされてるので憲法を守れみたいなことを言ってる人はちょっと頭やっぱ <laughs> 頭ちょっと <laughs> やばいなと思うのは憲法は誰が求めて作らせたのかというと人間が求めて作らせたんですよね。全然理解できないですよね。 だから、国会は憲法に書いてあるか、らそこに立ってると思ってるんですね。で <laughs>、それも滑稽ですよ。その考え方はね。学者独特の本当の人間のことを理解できてないっていうあの提言だなと思いますね。だから、まず国会というのは憲法人間が要請したで、作らせた憲法によって国会の機能を規定されているが、その国会は？ あの誰かロボットが動かしてるんじゃなくて電車で通勤してたりする人の人間によってマネジメントされてるわけでそれについてしっかり危機管理対応を求めていくというのはあの令和新選組の議員の考え方はすごくごもっともでその人間の中にはマジョリティじゃなくてマイノリティやマイノリティが存在し多様性がそこに存在しての令和の議員ももちろんその多様性の一部ですから当然だけどそれを主張するわけですけどあの健康で。 あれさらには男性的な発想の人にはあのそういうのはないでしょうねなぜなら男尊女卑ジェンダーっていうのはそこに表れるからですですから憲法学者の提案とかも見てたらよくわかるけど彼らのジェンダー感とかそういった世界観っていうものがどういうふうにちゃんと出るのかっていうのを見といた方がいいですよ。私があの憲法学者だったら絶対あんな提案しません。 というふうに憲法には規定されているが国会は人間によってマネジメントされておりそれから逃れることはできないしそこには多様性多様性が存在するのでれいわ新選組の議員が提案するということにおいては大変意味があると国会で必ずウイルスの防護措置を高めることは必要であるそれは憲法には書いてないが必要であるとなぜなら国権の最高機関であり優先順位が極めて高いそれは組織であり えー、あるからだっていうのを私はあの憲法学者だったらコメント出しますけどねだから令和新生組のその議員の提案に対して国権の最高機関でなくてはならないもので行政に国会の機能を分け渡すなんてあってはならんみたいなことを言ってるけどあの思考から完全に重要な部分あの極めて重要な部分が抜け落ちたあのコメントですねでこれに面白いなと思うのは日本のメディアってそういう憲法学者にコメントを求める ってなった時に憲法学者はそれに対して人間として対応しないんだよね <laughs> これ面白くない例えば私に対して選挙を言ってください選挙についてコメントしてくださいって言ったら私は選挙の専門家として答えるんだけど当然だけど人間として答えますよねあの選挙の専門家としてはこういう視点があるがただし人間として私それに答えるんだったらそれに加えてこういうことが考えられます、えー、なぜなら民主主義っていうのはあの私たち有権者の気持ちが反映されるべきだからですとかそういうふうに答えますよね ででも憲法学者はあの人間を捨ててるんですね。<laughs> そういうのを感じてあの専門家というものは一体何なのか専門家の前に人間であるべきなんだけど人間を捨てて専門家としてあのロボットのような思考であの答えているってこというのが非常に男性らしい、うんうん、なあと思っていろいろ面白いですね。 はい、であと一人ですね、あのー、典型的なその令和新選組の提案について叩いてる人はどういう発想かというと「令和新選組は今の野党の政局の中から注目をされないで埋没するだろうからこんなの出したに違いないけしからん」みたいなことを言ってるんですね。うん、あの立憲民主党支持の人でした、はい、あの典型的なあの思考がクリアにならない感じの人ですね。 れいわ新選組の彼の提案というのは非常に思考がクリアで盲点をちゃんとついていてとても意味のあるあの提案だったということが今の説明私のこれまでの説明で分かったと思うんだけどそれに対して政党として埋没するかそのことやってるんだろうって言ってるもうこれ確実に男性能ですね。 <laughs> 男性のだって命の多様な命についてちゃんと指摘して国会も人間がマネジメントしてるからそれに対してちゃんとあの防護措置を取ってないというこの状況は大変だから休会を求めるっていうのは非常に重要な提案であるにもかかわらずそれについて政党の,の論理で立ち向かっているというところが非常に男性的な愚かさを感じますね。はい、というわけで。 あのレーマン・シー選組の、えー、議員の提案というのはあの私の中ではあのもう2週間3週間ぐらい前からずっと言い続けてきたことで今日もあの死亡今日は死亡率についてはね高齢者とそういう病気を持っていたり障害を持っていたり人っていう弱者については死亡率が高い可能性がありますよということを指摘したということですのでこれは中国の統計ですこれは中国の統計。 もちろんその例外もありますあ。イタリアではどうだとかね、あの国によってなんか違うっていう違いも当然あるわけですけど、はい、統計上そうですねっていうことはまあ言っときますね。もちろん違いもあるので、あの気は抜けませんということですね。はい、そういうことを理解できてないと、あの報道を見た時に単純に何言ってんのってことになっちゃいますね。それはなぜかというと、典型的な日本人で多様性を理解できていなくて、えー、男の子で、もう生徒が 俺の支持する政党があってなってるからですただしじゃあなんで立憲民主党は1月中旬過ぎ2月ぐらいからすべてをコロナだってやってないんですかって話なんですねうん、それはあのその動画については先ほどあげたあのなぜ、えー、なんだっけ、えーっと コロナと桜は大事っていうグズグズの優先事項をつけられないのかっていう動画を上げてますからそっちを見てくださいえコロナも桜も大事っていう人は完全に優先事項をつけられないグズグズの男性思考ですはい命を守る思考は優先順位をしっかりつけますので はい、あのずっと男性はそういうぐずぐずの優先事項をつけられないという発想で高度経済成長期とか今日に至るまで仕事をしてきてそのおかげでプライベートを大事にすることができずに優先順位をプライベートにできずにそして生産効率も落としてきたっていう話をきっちりまとめてあるのでそっちをご覧ください、はい、いいねと思ったらあのぜひ YouTube の方も見てですね、えー、動画を登録しておいてください、はい、よろしくお願いします、はい、お疲れ様でした